この3人は現地に来れなかったから切り取られて参加してるらしい。すごいよな。俺も気づかなかった。俺もコメントでそれ言われてんの見て初めて見た、気づいたわ。うん、そうだね。アムギリは、あ、これ真ん中がアムギリっていう、まあ、コムドットクエンエモンの、まあ、メンバーなんだけど、まあ、これ、裏で多分、これ、お腹あたりを、背中をギューってやられてんだろうな、多分。早く助けられてほしい。うん。で、アムギリは、なんか、俺もう、あれから調べたのよ、アムギリについて。アムギリはなんかコムドットのメンバーから宇宙人って言われてるらしいの。宇宙人ってわかる？要は野球見てる人ならわかると思うけど、要はその大場翔太とか、柳田とか、糸井とか、まあ、そこら辺の言葉が通じない、まともにコミュニケーションが取れない人を俗に宇宙人っていう風に言ったりするんだけど、なんだろうな、マジでコムドットのメンバーから宇宙人って言われてて、要は会話が通じない人間として認識されてるんだよね。うん、でもさ、俺らがコムドットの面白さを理解できないってことは、で、アムギリはコムドットから理解されてない。つまり、アムギリはやっぱりこっち側の人間なんだっていう、これ全ての証明になっちゃうんだよな。なんかそういう、なんか、なんだろうな、アムギリについての情報が出てくるたびに、やっぱりアムギリはこっち側の人間なんじゃないかなっていう、なんかピースがどんどん出揃ってきちゃうんだよ。うん。そう。そう、逆に、そう、彼はだって宇宙人って呼ばれるって相当辛いよ。だって逆に言えばアムギリは誰ともコムドットのメンバーと逆に言えば意思疎通を図れないってことだからね。もがき苦しんでるんだよ。うん、アムギリはその固く閉ざされた眉の中でずっともがき苦しんでる。うん、それは辛いよな。早くなんとかしないと。アムギリ住む世界が違う。彼らは、コムドットの他のメンバーは他のメンバー同士で輝けばいい。ただ、アムギリ、お前の輝ける場所はまだ他にあるぞ。お前が、なんだろうな、心身消えのめばコムドットとして我慢しながら名声を得るもよし。ただ、その痛みをから解放されて、そうだな、自分のあるべき場所に帰るのもまた一つの道。うん、素直になれアムギリ。コムドットだけが人生じゃないぞ。なあアムギリ。